国道16号側のゲート。安さ、着安さがテーマ。段ボールを畳む暇もスペースもないと、日よけの上に空き箱を積む、生果店。後でトラックを横付けして、一気に下ろすのだという。立体駐車場、幸福寺松原商店街は、神奈川県横浜市ほどが焼くと、西区にまたがる、商店街である。天皇町駅より、徒歩6分、横浜駅西口とほどが焼く。 朝日区各地などを結ぶ路線バスでは幸福自下車。環状1号の西側に並行する旧東海道と国道16号の北側に並行する道沿いを中心に商店街が形成され、200メートル四方に食料品や医療品の個人商店など98店舗が並ぶ。毎日正午から夕方6時まではメインストリートが歩行者天国となる。 浜の雨横とも、横浜橋通商店街、六角橋商店街と並ぶ、横浜の三大商店街とも言われ、地元だけでなく、近隣に広い商店を持つ。平均の人出は、平日約2万人、休日2万5千人。年末には、県外からバスツアーが来ることもあり、10万人にも及ぶ。激安商店街として、情報番組等で取り上げられることもある。 現在の幸福寺松原商店街がある、ほどがやく宮田町、西区浅間町一帯は、第二次世界大戦で空襲の被害に遭い、戦後は GHQ に接収された。接収は徐々に解除され、1950年頃には商店が立ち始めた。第一号は、萩原醤油店と言われている。1952年には、松原安藤商店会が結成され、 1956年からは、歩行者天国が実施されている。松原安売商店会の南側にある、幸福寺周辺も赤線地帯があったことにより栄え、幸福寺、商営会が組織された。1960年、松原安売商店会と幸福寺、商営会が合併し、幸福寺松原商店街となる。1969年に横浜市電が廃止になると、 9、幸福寺、商営会の部分は衰退し、現在営業しているのは、旧松原安氏商店会に相当する部分である。1977年に、近隣に、日位ができると、駐車場の整備や、街路等の設置で、商店街の利便性を図った。2010年には、横浜国立大学と共同で、商店街の課題を探るワークショップが実施された。ありがとうございます。